えー、こんにちは、宮沢です。今日も道徳刑事上学言論のお話の続きをしていきます。岩波文庫、篠田秀夫さんの役で読んでます。えー、前回は40ページと41ページの中の部分を説明しました。えー、尊敬というのは何だってことですね。えー、尊敬というのはですね、あの、恐怖とか、えー、 欲望とかとは別で人から影響を受けるものではないと自分の中から生じる自分の理性から生じる感情であるという話をしましたえー、まあ例えばですよ地元の政治家先生をですね尊敬している場合がありますね地元のために尽くしてくれてるんでまあ 尊敬してるとでも他の選挙区の人はその人を尊敬するかっていうと尊敬しないと思うんですね知らないからだけどまあ政治家でも若くてかっこ良くて伝説爽やかな政治家がいて、まあ、その人のことを好きだと地元の先生がそういう人だとただ他の地域の人もその代議士先生を好きだって場合もありますね好きだとか あの人は怖いとかいう感情は他の人がそう言ってれば影響を受けて同じようなことを感じる場合あるんですけどええー、尊敬の念っていうのは自ら作り出す感情なんで人が尊敬してでも自分が尊敬するかは別になるんですねでじゃあその人の何を尊敬してるのかっていうとええー 道徳法則を尊敬するんだとその政治家先生が国のために国民のために生活が第一ですとか国民の生活が第一ですとかこういうことを言っててああ確かにそれがそうだなと思えばですよその先生の道徳法則マキシムっていうものを尊敬すると思うんですね。 でその人自身の人格を尊敬してるんじゃなくて、代議士自身の、えー。その人の掲げる理念。理念、理念って言うとおかしいんですけど、その、えーまあ、生き様っていうのもおかしいんですけど、まあ、マキシムですね。こういう政治家としてこうあるべきだと。政治家っていうのは国民のために汗をかくものだと。それ以外は二の次だっていう義務感。 その義務感を生み出す道徳法則、そういうものを尊敬するんであって、えー、その人の人格全部を尊敬してるわけじゃないですねでも人格っていうのは別れするんですよ義務感を持ってる人格なら尊敬に値するなって思うんですよだから高倉健さんも高倉健さんっていう人がプライベートでどういう人か分かんないんですよ だけど、映画とかテレビで見てるケンさんから大体人格を想像してですね、不器用で、無,無口で、誠実で、えー、優しい、そういう人だと思って、その人格を尊敬するんですけども、実際は、高倉健さんが役者として自分に課してるルール、道徳法則ですね、義務、義務っていうものを尊敬してるんですね。で、その尊敬してるものは、 あー、高倉健さんを好きだっていう人はいるかもしれないけど、尊敬までしてるっていう人は少ないと思うんですね。尊敬っていうのは理性、我々の理性が自ら作り出した感情だということですね。あ、もっとわかりやすい例でやっぱりいい、まあ、すごい、ヤクザの親分がいるとしますよ。すごいヤクザがいると。いいことも悪いこともしてるんですよ。なんですけども、 一般庶民から言えばですよ、もうヤクザっていうだけで恐怖を感じるわけですね。で、みんな、あの人、ヤクザの親分なんだよって、みんな怖いわけですよ。うん、あの、もしかして駅前でこう、黒塗りの車がお迎えに来て、その親分が乗ってったとして、若い衆がもう10人ぐらい囲んでたら、うわー、怖いなって思って、もう、すごい極力避けて脇を通りますけど、ただ、その若い衆にとってはですよ、 っっさんてて言って尊敬してるわけでですよで尊敬のなぜ尊敬するかっていうとヤクザっていうのも一応その仁義っていうのがあって仁義っていうのはヤクザのマキシムですね。杯を交わせば裏切らないとかですね親分子分の関係ですよ親分子分の関係で若い衆がいれば全力で守るけど若い衆は親分を全力で守るとそういう。 りを結んででるわけですねそれでそういうものを守って親分にまでなった義理仁義の厚い親分のマキシムを尊敬してるわけですよ一般人はそんな仁義なんて尊敬しないですから怖いだけですよただで一般人でヤクザ映画を見てですねヤクザの親分の仁義っていうものも尊敬するところもあるなと高倉健さんが演じててですよ 背中に思いっきり輪彫りが入ってても、なんかこう理不尽な思いにあってもですね、仁義を貫いてる姿を見れば、ああ、尊敬す,すべき、ヤクザはヤクザだけど尊敬すべきところもあるなって思うんですね。それが理性が自ら作り出した感情としてヤクザも尊敬することも時にはあるでしょう。一般的にはないと思いますけど。そういうことですね。この例えで分かってもらえたと思います。で、今日は、 続きを読みたいと思うんですけども、まあ、多分ですね、えー、この音声、多分、徐々に聞いてくれる人が増えるような気がするんですね。なかなか自分でもいろいろな例えがあるんで、ぜひ皆さんにケーススタディとして考えてほしいんですよ。で、僕が答えを出すわけではないんですけども、関東の哲学から見ればこの人の行動はどうなんだってことは言いたいことがあるんですね。その ケーススタディとして挙げたいのは、えー、皆さんあんまり知らないと思いますけど、11月11日にですね、日比谷公園で焼身自殺された方がいるんですね。で、この方は集団的自衛権の、に反対して、あとは普天間基地の辺野古への移転も反対して、えビデオカメラを脇に置いてですよ、えー、なんかガソリンかなんかかかぶって、 気けて亡くなっちゃったんですよ。あの、焼身自殺されて。それが11月11日を起きたんで,す、ね、で、まあ、ネットで見ると朝日新聞は報道してるんですけど、あとはまあ、多分テレビではやってないと思うんですね。で、ヤフーとかのニュースでも取り上げてないと思うんですけど、まあ、なぜ取り上げないかって問題ですね。まあ、その個人の自殺の問題に、その理由がどうだとか、なんとかって言わないっていうことが、一応、建前になってるんですね。 そういうなんか悪影響があるんで。個人的な問題だし。でも本人としては、その、集団的自衛権に反対してとかですね、えー、沖縄の普天間基地の辺野古への移転を反対して、まあ、ど要するにどういうことかということですね。今まで日本が守ってきた平和、憲法第9条が守られない状況になってきていると。で、そこの議論もないまま、政治が進んでるってことに対して抗議、 してそういういいを残しているわけですよで、昇進自殺をされたってことなんですね。ってことはまあその人の本人にとっては平和で日本が平和である義務がある平和である義務があると思ってるんだと思うんですよ。それを訴えるために自殺という手段を取ったわけですね。でこ,このことをやった方はですよ実は 6月末ですね、今年の。6月末にも、新宿駅で、の、南口で、えー、昇自殺を図った方がいたんです。その方は亡くなら、怪我で済んだんですけど、まあでも、その実際に、何ですかね、橋、橋桁っていうか、なんていうか、橋の上ですね、橋の欄干の上かなんかで、かぶって歩いてる姿が、ネットに燃え盛ったまま歩いてる姿が、 ネットの動画で流れてましたけど昔、まあそういうい講義の自殺未遂をされたと、これ2人目なんですよ。で、どういう思いでその自殺を選んだのかっていうのは、実際わからないんです。そこまで過激な平和主義を貫くっていうのは、個人的な事情以上のものがあるかもしれないですね。それは宗教的な感情平和が 平和を一番大事にしてる宗教団体に入ってるかもしれないし、えー、平和ってものをすごい守,守りたいというし、自分の命を通しても訴えたいという信念がある。で、日本は平和である義務があると思われてる人がそういうことをやったと。で、それに対して我々、そのニュースを受け取った我々は、深く考えないと思うんですね。思考停止。 ですよ、ああそんな事件もあったんだよくわかんない人だなっていうのはもう考えたくもないっていう感じだと思いますよもう考えたくも見たくないんですよ、まあ、なぜかといえばそこがそのも自殺を落として平和主義を訴えるっていうことに判断を下せないからなんですねこれが尊敬に値すると思うかいや犬死にだと思うか これは分かれてくると思うんですね。で、えー、まあ、人権意識から言えばですよ、ね、そういうことを自殺してまで訴えるっていうのはおかしいって、まあ、ほとんどの人は、そうなっちゃいますよ。やってることがあまりに極端すぎるから受け入れられないと。でも、平和を守るために亡くなる人がいるっていうことですね。 その義務感に尊敬を覚えない、覚えるべきではないって雰囲気があるとしたら、じゃあ平和って何なんだろうっていう話になっちゃうんですね。まあ、じゃあ戦争してもいいのかと。やむを得ざるを得なければ戦争してもいいっていう国になってしまったのかって話になっちゃうんですね。で、そういう雰囲気になってきちゃってんですよ。で、実際もうそういう雰囲気が作られてってるんですね。ってことは、じゃあ平和だ平和だけじゃ、 このグローバル化した世の中で生きていけないと凶暴な隣国がいるとかですよ、えー、そういうこと言えばですよ不安を煽れば恐怖とか自分日本の国土は自分我々のものだって欲求とかそういうものを煽ればそういう傾向性とか恐怖感というのは我々 国民の間にバーって電波してしきまますすよよね影響を与え売りますよそういうことをマスコミが煽ればですよ。平和なだけじゃやっていけないとか、何かあれば集団的自衛権で外に出てくと、自衛隊も出てくとか、それが国際的な義務だとか、いろいろ言えばですよ。まあ平和である義務のために他の国に攻め込んでくってよく分かんない義務になっちゃってるんですけど。 そう,いうことをそういう義務感、義務感というかそういう雰囲気ですよ。そういうのをマスコミに煽られて恐怖なりですよ。隣国が攻めてくる人とかですよ。いっぱい言えば、我々はそういうもんかなと思いますけど、じゃあ平和を守る義務を見せられて、それを自殺という行為で道徳的法則を見させられた場合ですよ。 どう思うのかってことなんですねそ。そこで尊敬の感情が自殺をしてまで平和は守るべしというマキシンを持ってる人に対してですよ尊敬の感情が理性から湧いてくる人と湧いてこない人に分かれていくんですね。じゃあ湧いてこない人の理性はどうなってんだと。 いう話になるんですよそうなるとその人たちは感度が考えればですよ理性がないか恐怖や欲望にしの方が強いとそういうものに影響されやすい理性的存在者ではないとで理性があるとしたら平和を訴えて自殺をした人は尊敬の念を 覚えると思うんですよでその尊敬の念をああ偉い人もいるもんだなと思うんですけども,あも,も,も思,う思うとしたらですよ思う人は本当に自分も平和であるべきだというマキシムが自分の中にある人ですよでも自分は死んでまでできないと平和を守るべきだって常々思です マキシムとして守ってて自分でも口にしてるけど死をとしてまでそれを訴える気にはならないとでも死をとしてそのマキシムを訴えた人がいた場合関東の行ったところですよその人の、えー、マキシムに服従したってことなんですよそこまでできないと法則を掟としてそれに服従するっていう言い方を4一ページの4行目でしてますけど 死んでも訴えたい平和を守るべきだとそういうマキシミにあった時にああもっともだでも自分はそこまでできないでもやってしまう人がいるで死ぬことはよくないことだけどみんな死んでも平和を守ろうとは口では言うけど本当に死んでしまった人に対して申し訳がないとかですね尊敬しなきゃいけないとか慰霊碑も建ててやんなきゃいけないとか思う人と思わない人で分かれてくると思うんですよ じゃあ思わない人はどうかっていうと、いや、口では平和は重要だと、憲法9条は素晴らしいと。言ってる割には、自殺までして訴えた人を、いや、やりすぎだと。それは危険思想だと。過激な平和主義だと。ついていけんぞっていう話になっちゃうと、じゃあそもそもその人が言ってた平和主義っていうのは、口先だけのものだったのかと。 それは欲望や恐怖のために言ってたのは自分が戦争に巻き込まれたくないってだけで言ってたのであって積極的に平和であるべきを義務をですね果たそうというルールを自分の中に持っていなかったんだろうしもともとですよその人が言ってる平和主義っていうのはですね単なるその何ですかね動物保護とかですよなんかそのぐらいのなんていうか 自分のペットが可愛いから動物一般も大切にしようとかですよそのぐらいの傾向性というか欲望とか自分は戦場に行きたくないと、えー、弾が飛んでくるようなところに行きたくないというそういう恐怖によって平和主義を唱えてるってだけでそういう人たちには別にマキシムはないわけですよ好みで言ってるだけなんでということは我々の平和主義もしかしてその 日比谷で亡くなって自殺までし,して平和主義を訴えるって人に対して何を思うかで尊敬を思う人はですよ本当の平和主義者ですよ自分も平和のために死んでいいと思ってる人ですよ逆にやりすぎだとそこまでして訴えるのは法律上の訴え方じゃないしえ悪影響だとこのように悪影響だし正当な手続きを踏んで 平和を訴えればいいのに、この人はなんで自殺という命を粗末にするようなことを考えんだと。平和より命の方が重要だっていう考え方ですね。そういうことを言ってしまうと、じゃあ平和より命が惜しいっていう考え方自体は別にマキシムには僕はならないと思うんですよ。だって義務感がないから。と思うんですね。で。 自殺までして、その人は変な、変な人だったとか、おかしな人だったと思って処理してしまう、今の世の中っていうのは、おそらく、本当に平和をね、の <laughs> あの義務として、平和であることを選んでない社会ですね。ってことはもう、これは、ともするとですよ、そのうち戦争もやりかねないし、僕らの社会の雰囲気が、 平和主義も時と場合によってはですよ。捨てなきゃいけないと。愛国心のために平和主義を捨てるべきだっていう考え方に変わってきてるってことなんですね、これ。それが分かっちゃうんですね。もう見たくないって言うんですよ。もう。おそらくそんなことで自殺する人の話を。目を背けるんですよ。目を背けるっていうのはそこにある平和への義務感っていうのは我々に耐え難いし。 えー、尊敬すらしないと。服従もしたくないと。やっぱり国を守るためには戦争も辞さない。戦争という手段も辞さないと。と、多くの人が思っちゃってる世の中だと。それをもうマスコミもことさら言わなくなってきたと。ってことはもう、かなり全般的な人の感情になってるってことですね。だからもう、平和を 義務として考えることができない世の中になってんですね。で、この前、私、幸せになる義務って話をしたんですけど、人間はみんな幸せじゃなきゃいけないって、これ、義務だと。これ、カントが言ってるんですけど、斎、まあ、藤ひとりさんも言ってるんですよ、幸せになる義務があると。 幸せになんなきゃいけないと、この世に生まれてきたからには。言われてみると、確かにそうなんですよ。幸せであっちゃいけない人なんていないわけですよ。みんな幸せになりたいじゃなくて、なるべきだっていうマキシムは、みんなにとって普遍的だと思うんですね。いや、幸せじゃない人もいていいっていう人はいないと思うんですよ。だけど、平和である義務っていうのは、 幸せである義務とそんな変わらないと思うんですね。平和で幸せである義務っていうふうに考えた場合ですよ。これは誰にとってみたって普遍的な道徳的な価値のある義務だと思うんですけど幸せと平和をはっきり離して考えればですよ。幸せになる義務ってものに対しては誰も文句言わないけど平和になる義務ってことに関して言うと、いや、国を守るために、 戦争をして国を守るってことの方が重要だとそのうちの国を守るって義務の方が重要だとその場合平和であるっていう義務より国を守るって義務の方が上だって言っちゃいかねないですねそうなるとじゃあ日本国憲法ってのは本当はですよ納税の義務とか勤労の義務とかもじまあ重要ですけど じゃあ平和になる義務とか幸せになる義務とかを文言に入れた方がいいんじゃないかって話になっちゃうんですね。でもまあ入れなかった戦争放棄ってことになってますけど幸せになる義務があるって入れた方がよりそのカントの言うとこの道徳的価値っていうのは平和になる義務の中にあるんだとか幸せになる義務の中にあるんだって。 いう議論がでできるんですけどもそういう文言を入れてない時点で、うん、憲法としてはですよ戦争を放棄すると国際上の,その紛争を解決する手段として平和あ戦争を放棄すると言ってるのはちょっと弱い言い方じゃないのかっていう気もしないでもないですね。でその弱さが結局平和を守るために過激な行動に出る人に対していややりすぎでしょちょっと理解できませんっていう。 雰囲気を作っっちゃってるとでもじゃあお前自身はどうなんだった僕自身は僕もそんな自殺までの手段を訴えて平和主義を守るべきだっていうのはちょっともう想像の範囲外なんですよむしろやっぱりな本当になくなってしまうってことに関してはいやもうちょっと恐怖しか覚えないですねいいいやすすごすごいなっていうか、まあ、尊敬 ではないですね。やりすぎじゃないかって思っちゃうんですよ。ってことはもう僕の中に多分その平和を守るべきだって気持ちがないんでしょうね。そんな気はしますよ。でも自分は絶対ずっと安全なとこに行って死にはしないと、えー。自衛隊員が代わりに戦ってくれるとか、みんなぼんやり薄ぼんやり思って人他人事だと思ってますけど、 当の自衛隊員にとってみれば、自分が生きるか死ぬかのところで、平和主義だって言って、日比谷で自殺した人がいた場合、ちょっとかなり深刻に考えると思うんですねで。深刻に考える人いますよ。もしかして超平和主義の宗教団体の信者がいてですよ。そうしたら自殺した人、平和を訴えて自殺した人を見れば、 我々も常日頃平和主義を訴えてるのに死を閉じてまで訴えてないとその前にその普通に平和主義を訴えて会合する時ですらもう臆病な気持ちになってると勇気を持てないとデモとか集会とかやるにあたってもですよもうくじけてるっていう自覚が出ちゃいますよねそ,そうすれば我々はすごいええー なんていうか勇気がないっていうかですねみっともないって思っちゃうかもしれないですねそうならばその人の日比谷で自殺した人の意味っていうのは一般庶民はいや理解できませんっていうことでニュースとして流してますけど流してますニュースとしてもすぐ忘れ去ると報道もしないとでも一部の人にはもしかして自衛隊員の中の人とか国を守る 平和を守るための自衛隊だって思ってる人にとってはちょっと頭の中が痛くなる問題だし平和主義を報じて宗教活動してる人にとってみても自分たちの立場を自分たちの活動なり宗教活動なりですね信念なりを問われる意味を持つんですねビリビリ頭の中眠れなくなっちゃうと思うんですね眠れなくなっちゃう人もいるんですよだって同じ義務感がある人はおそらくいるんですから でも、それに対しても、僕も含めてですよ。何にも感じない。ああ、そんなこともあったんだ。理解しようともしないと。もう無関心に押し流すってことをやってしまうと、これはもう結局、いつか戦争してもしょうがないなって思っちゃって、あ諦めですよ。全然そうなった時にもなんですかね。反対、抵抗するとか反対するとかも,もう、 バタっていうんですか、ね、<laughs> 一向一揆のむしろタっていう,いうのを上げる掲げる気もないと女将の言う通りに黙って戦争は嫌だなって心の内心で思いつつもふてくされて生きていくっていうかなんか早く終わってくんねえかなって思って黙ってるっていう道を選ぶんでしょうねそれはでも前回の太平洋戦争の時も多くの国民はそうだったんですけど。 また来たるべき、もし戦争になる年ですよ。また一般の人は、いや、早く終わんねがでも嫌だなと思って、4年なり5年なりやり過ごすっていう道を取るってことですね。そうなっちゃうと。いうことはなんかわかる次元だと思いますけどね。まあもう、だから、なんていうかそれを避難してるわけじゃないですよ。もう自分のこととして考えてみて、もうそこまで気が回らないと。一番の言い訳は日々忙しくて生きていくので大変で、 そんな日本の平和がどうだとか平和になる義務がどうだとか頭が回りませんよと考えたくもないですよ。なおさら尊敬もしないしちょっとやってることは怖いと思いますけどで終わりなんですよ。それはそういうふうになっちゃってるっていう自覚だけあればですねえー、いいかな と思います。それ以上のことはまあガンと読みながら考えてみて一緒に考えていきましょうということです。えー、まあそういうわけでですね日比谷の自殺の話はえー、まあ皆さんも義務とは何かを考えるにあたってですねまああんまり考えたくないと思いますけど <laughs> 一応ケーススタディとしてそういう事件があったと僕が 音声で喋ると、あ、そんな事件あったんですかって結構言われることがあるんですね。知らなかったですって言って。知らない事件もいっぱい起こってんですね。ツイッターとかだとあのニュースになってるんですけどね。あの、だからツイッターで、なですかね、その独立メディア系の人のフォローしてですよ。そういう人のリスト作ってタイムライン見ときゃは、あんまり 問題、も新聞で取り上げられてないようなちっちゃな事件も、つぶやいてる人いますから、ええー、まあ、そんな、そんなことやってる暇ねえよって思いますけど、まあ、や、やってればいいと思いますね。最近僕も、ちょっとツイッター真剣にやり始めてツ、ツイッター真剣にやってた時期もあるんですよ、すごい。で、ね、一応 s k y p 読書会のツイッターアカウント作ったんですね。 で、ツイッターアカウントっていうか、他のツイッターアカウントだったんですけど、変えたんですよ。で、出版社のツイッターアカウントってめちゃめちゃたくさんあるんですね。それはもう新調。新調だと新書とか文庫とか全部分かれてるんですよ。編集部ごとに、雑誌ごとにツイッターアカウント持ってて、えー、一応、出版情報とか流してるんですね。 それはどんな書店もやってるんですよその別にそのちっちゃな書店とかですよ。なんか中継出版とか、朝出版とか、なんかちくま文庫とかですよ。そういうの。一回登録すると、他の人はこういうのも登録してますってバンバン出てくるんですね。で僕は最初、読書会やってる人のアカウントだけフォローしてたんです、いっぱい。 あんまりなかったんですけど、読書会って言って、ツイッター内検索すると、読書会って文字だけバーって浮かんでくるんで、でガタッパ端からフォローして、で、リスト作ってですね、リストってなんですね、フォローして、特定の人だのタイムラインだけ抽出して、見れるようにできるんですよ。んで、その人たちが読書会やる予定なら、僕のツイッターアカウントでリツイートするとかですね、してたんですね。 で、そうしたら、あ、なんだ、出版の催し物は結構あるし、なおかつ、出版社のツイッターアカウントもいっぱいあるんだと思って、今更気づいたのかやって話なんですけど、まあ調べりゃ、あるんだなと思って。で、リツイートやってたら、結構自分のブログにアクセスもあったんで、まあ、まあ一応その機械を使って6000人ぐらいまで、 フォロワー増やしてるんで、一応そのリツイートすれば、それなりになんか、僕のも、その人たちの情報発信の拡散のお手伝いなんで、まあそういう手伝いをしながら、自分のブログにも誘導すると。そういうことやると、あんまりお金かけずに、広告効果があるんですね。あと、まあ一応 Facebook ページも広告出してみたんですよ、今週。1日500円ぐらいですけど。 地元の長野市で読書が好きな人だけに向けてタイムラインに広告入れられんですね。やったらでも、やっぱメール、メッセージとかもいただいたんで、まあ、それなりに、実際にやってる活動に関して広告出す分には、効果あんなと思いました。 で今日は、えー、もう一つ話したいことがあって、えー、ケーススタディとしてですね、話したいことがあるんですねで。あの、前回の音声でその、親を尊敬するっていうのは、まあ仮に僕はですよ、両親を尊敬してて、まあじゃあ自分の親父を尊敬してるとしますよ。尊敬してて、それはまあ自分の理性が から生じた感情として尊敬してると。だけど、僕の友達がですよ、僕の親父を尊敬するかっていうと、いや、俺んちの親父すげえ立派なんだぜっていくら説明しちゃって、尊敬はしないと思うんですね。あ、立派なお父さんだと。立派だとは思いますけど、いい人だとかですよ。自然な感情として尊敬するかっていうと、 しないと思うんですよなぜなら本人のお父さんじゃないからです感情理性が感情に銘じってくるっていうか理性が尊敬という感情を生み出すっていうのは僕の親父のマキシムですね道徳法則とか義務ですね子供を育てるとか義務一生懸命働くとかいう義務を間近で見ててそれにかなわないと思うから尊敬するんですね。 で一緒の家族として見てれば、一緒に生活してればですよ。してたとすれば、尊敬するでしょう。あるいは自分に子供がいてですよ。子供が、いや、うちのお父さんを尊敬してますと。なぜなら、一生懸命働いてますと。で、家族を守ろうと思ってますと。そういう義務感があってる。尊敬してますって言うと思うんですけど。 それは他人の家の人が見たとき、そのお父さんを尊敬するかっていうと、尊敬するわけですよ。そのお父さんが立、あの、家を、その家を守ってるとかですよ。家族を幸せにする義務があって、果たしてるっていうことに対して、何の関係もないんで、立派だとは思っても尊敬はしないと思うんですね。で、そういう話をしたんですよ。だから両親に対する尊敬の念とか、家族に対する尊敬の念っていうのは、 影響をを与えることはないいっていう話をしたんですね友達とかに。で誰かがいい人だとか立派な人だとかいう感情はもしかしたら他の人にも影響を与えると思いますよ。それはあの先ほど例に挙げた代議士先生がですよ地元の国会議員があの人は立派な人だって言えは他の人もその話を聞けば立派な人だなと思う。でも尊敬するかっていうとそれはまた別ですね。 まあ尊敬するとこまで行ったら本当に一票入れると思いますけど、毎回。まあ立派な人だっていう信頼、信頼の、信頼ぐらいですね。信頼ぐらいで大体多くの人は政治家に一票入れてると思うんですけども、それかもう他に投票する奴がいなくて、まあこいつがマシカぐらいの感じの投票が多いと思いますよ。あるいはそこの政党の言ってることはまあ、 まあ政党の言ってるってことは公約ですね。公約は自分にとって利益があるから一票入れるとかですね。まあその人の人格が好きだとか優しそうだとかそういうのでも一票入れるかもしれないですけど尊敬してて一票っていうのはすごい重い一票だと思うんですね。なかなか人のこと尊敬しないですから人間って。で尊敬するっていうのは、その人の政治家としての義務感とか、そういうものに服従して、 尊敬するんで、すねでちょっとそれはおさらいで話したんですけど、実は僕はその話をしてる時に、人の家のお父さんを尊敬することがあるのかっていうことを考えて、まあ、一ついい、いい話っていうか、僕が記憶に残ってる話をしたいんですね。それはあの、えー、リリー・フランキーっていう人がいるんですよ、イラストレーターの人は。たまにドラマとかも出てますけど、えー、その人の東京タワーっていう、 調節があったんですねでそこにあの腕時計の話が書いてあって友達のお父さんに腕時計をもらったって話があるんですねそれを読んだ時にあこういう大人は尊敬されんな人のお父さんでも尊敬されんなっていう話があったんでちょっと僕手元にその本人にあげちゃってないんでネットで調べたらその部分だけ抜き出してる人いたんでえー まあ読みたい人はそのリリー・フランキー東京タワー時計とか言って、原作すれば出てくるんで、読んでほしいんですけど、どういう話かというと、リリー・フランキーさんの自伝みたいな小説なんですよ。で、まあ、中川さんって言うんですけどね、本名リリー・フランキーさんっていうのは。4歳の頃、母親と家出をすんですね。福岡県の小倉っていうんですかね、小倉に生まれるんですけど、 で、なんか、お父さん、お父さんいるんですけど、お父さんなんか家に帰ってこないんで。で、お母さんの故郷である筑豊の炭鉱町に引っ越すんですね。二人っきりなんですね。母、と子で。母子家庭ですよ。で、友達ができるんですね。前野くんって友達ができるんですけど、で前野くん家によく遊びに行ってたんですね。んで、あの、 前の,君のお父さんとしてはいつも宝庄帳をヤクルトで割って飲んでるんですね夕食の後でその中川君がいつも夕食を一緒に食べさせてもらってたんですねでよく止めてもらったとで前野君のお父さんは今日,今日は止まっていきにしたらゆっくりしたらええ」って言ってですねでお母さんに電話させてえー、その中川君のお母さんにですね「今日は止まらせます」ってってよく止めてくれたと。 まあ小学生ぐらいの時だと思うんですけど。んで、えー、よく中川くんが今日は来てくれたから俺も一杯飲もうかのって言って、まあ炭鉱に働いてる前野くんのお父さんですねた。炭鉱町っていうのはまだ石炭とかを掘ってた頃ですね。まあ70年代ぐらいまで、60年代、70年代ぐらいまでの話ですね。で、お父さんもその炭鉱で働いてると。労働者だと。 でまあ、中川君が来てくれたから俺も一杯飲もうかのって言ってよく焼酎を飲んでたと焼酎宝焼酎のヤクルト割ってのを飲んでたとでまあその家族ごとの付き合いがあってえー、まあよくその前野君のお父さんの誕生日でも招待されて泊まることもあったし前野君が中川君家に泊まることもあったとで豊かな町ではなくて なかったしその炭鉱っていうのはもう喋れ始めてきた時だとで,でもケチくさい人のいない街だったとで家族ぐるみで子供の面倒を見るみんなが大家族みたいな雰囲気があったって言うんですねでその前の君のお父さんがですねその中川君主人公中川君が中学に上がる時に腕時計を買ってくれたんですね それは前野くんと同じお揃いの腕時計だったって言うんですよ。で、もうその頃は炭鉱も閉まってしまった。もしかしたら仕事もなくなって失業するぐらいの時だったんかもしれないですよ。その前野くんのお父さんも。で、自分の息子と同じ腕時計を友達に、その友達にも買ってあげたというお父さんだったんですね。だから家族同然に思ってたと。で、その、 中川くんことリ,リリー・フランキーさん、まあ大人になって改めて思うけれども息子の単なる友達に息子と同じ腕時計を買ってあげるなんてことはなかなかできることじゃないと本当にかっこいい大人の人だと思うとでその腕時計だけは今も大切にしてメンテナンスしてるとだけどまあその 本当はもう一度宝城地のヤクルト割りをそのお父さんと飲みたいんだけどもその腕時計が前の君のお父さんの形見になってしまったっていうことが書いたんですね。で俺を読んだ時にああ他人の子供にまで自分の子供と同じ扱いをしてですよ腕時計をプレゼントするってことはなかなかできることじゃないと思うんですね。それは尊敬に値するしそのお父さんがですよ そういう、何て言うんですか、道徳法則ですねとも。息子の友達だから息子と同じ風に扱うっていう義務感があったのかもしれないですね。まあ、それに対してはやっぱり、ああ、なかなかできることじゃないそ尊敬はしますね。だから、人の家のお父さんを尊敬するってこともあるっていう事例で、まあ、例として挙げさせていただきました。 とということで,すで、す今日は本文に入っていく前に結構話が長くなっちゃったんで、えー、まあ、あの日比谷の自殺の話を、東京タワーの腕時計の話をしました。まあ、あの、今日はちょっと本文に入りませんけど、その関東の哲学っていうのは、 今も生きてるんですよでなぜかというと今起こってる我々の出来事もカントの哲学を使って説明できるんですね。それは義務とか尊敬っていうのは何なんだっていうその義務とか尊敬の道徳的価値っていうのはどこにあるんだと。一番誰もが道徳的価値があると思う。 マキシムって何なんだってことを考えた時にこの関東の道徳刑事条約言論って薄い本ですらですね未だに非常に役に立つんですよ。でそういう腕時計の話とか聞いたり日比谷の自殺の話とか聞いてなんとなく理解して専門家が言ってることを文芸評論家が言ってることで 自分で分かった気になっちゃうと。で、もし自分に同じような出来事があれば共感して考えさせられるかもしれないですけど、あまりに自分も経験してないことで判断がつきかねると。それは日比谷の自殺の件なんかそうですけど、あるいは友達のお父さんに腕時計もらうなんて、そんなことあり得るのかって思う人にとってはもう全然別の世界の出来事になっちゃうんですね。なんですけども、えー、 そういうい問題を自分に引きつけて何とか理解するとでそこに道徳的価値があるのかないのか判断していくっていう時に哲学は役に立つんですね。でどう,いうことどういうことかっていうと哲学っていうのはそのカントは理性のことをずっと話してるんですよ。で理性っていうものをちゃんと運用すればこの世の出来事はあ、あらゆる法則性があって。 道徳とかそういう曖昧な価値とか道徳的価値って曖昧なものも理解できると理解できないってどういうことなのかって感情で処理してしまうってことですねあこれはいいこれは悪い気持ち悪い心地よいっていう感情だけで多くの人は理性を使わずに物事出来事を処理しちゃってですねそれは日比谷で自殺があればもう自殺って聞いただけで嫌だと聞きたくないとそんなニュース 読みたくないと。無関心に押し流すってことになっちゃうし、えー、リリー・フランキーさんの,その東京タワーの腕時計の話したら、いや、すげえ感動したと。なんか,か、よく分かんないけど、心打たれたと。前野君のお父さんのようでありたいと。思いますよ。で、終わりなんですよ。感動したっていう感情の問題で理解する。気持ち,気持ち悪いとか理解不能っていうことで、感情で処理してしまうと。 でこの感情で処理してしまうってうことは、これはですよで。僕が言うとすごい嫌な感じになるかもしれないですけど、ヨーロッパの人から見ればですよ、関東哲学を生み出してずっと哲学やってる欧米の人から見れば、理性によって物事を捉えるのは理性的な人間だと。感情で物事を処理してしまう人は、ほら動物だぐらいの考え方をしてますよ、多分。欧米の人っていうのは。 それが分かってないと僕らは何でも現実の目の前の出来事を気持ちいいか不愉快か心地よいかで、ね、判断しちゃってるんですね。で感情に振り,回さ振り回されて生きてるわけですよ。すごい。楽しい嬉しいとかむかつく腹が立つとかですね。 もう日々感情に振り回されて、自分たちの中にの道徳的な法則なんて、全然考えないで生きてるんですね。だから義務感も大してない、あるんでしょうけど、ないですよ。根本的に突き詰めて考えないですよ。で、そうやって感情に振り回されて生きてる。僕はよく感情的に振り回されて生きてる人は依存症になりやすいとか、まあ、他の音声でも話してますけど、 どういうことかっとて、そういう人は欧米から見りゃですよ、動物と関連だろって話になっちゃうんですよ。理性がないんですから。理性を運用して道徳の法則をしっかり考えていく、哲学をさせる、していくっていう態度がないと、その人はただ感情に任せて生きてるだけで、そんな人は、まあ、悪く言えばですよ、動物だと。 物っていうかもう奴隷階級みたいな扱いになっちゃいますよ。そのぐらいの見方をされるんですよ。もう話したくもないと。多分ヨーロッパ人のアジア人に対する差別感情っていうのは僕は多分そういうところにあると思うんですねこの。こいつら理性あんのかっていうふうに見られてるんですよほとんど。で理性があ,あるってことちゃんと自分の我々が表現していけば。 向こうも尊重してくれますよ。尊敬もしてくれるかもしれないけどいや、感情に振り回されて、およそ理性的じゃないこと、論理的じゃないことを喋ってるってことになると、いや、彼らは、まだ未開の国の人だ、発展途上国の、この前まで裸で生活してた人ぐらいの感じで見られちゃうと思うんですね。それをが、 僕らが、黄色人種が白人から感じる差別感情、うっすらしたとした差別感情の根本にあるんで、この人はじゃあ、理性があるのかなって思われてると思うんですよ、いまだに。とり日本人であっても、おそらくそうだと思いますよ。そういうこと言っていいのかっていう問題になりますけど、日本人は白人、名誉白人だって多くの人はそうやって教わってるし、そうも思い込んでるかもしれないですけど、いや、僕が感じたところでは、 いやー日本人っていうのは感情に振り回されて生きてる人たちだなって一人一人の考え義務感とか道徳的法則っていうものは考えてないとそれはおそらくキリスト教信者じゃないから考える機会もなかったんだろうし彼らが言ってる心とか良心とかですよ考え方っていうのはみんな感情を根本にしてると自分が、えー、楽しいか不愉快か っていうところに基盤があるんで、えー、普遍的な価値を持つ道徳的法則なんかないんだとだキリスト教徒じゃないからだとお思われてますよ和を持って尊しとなすって日本ではよろ大切にされますけどじゃあその和を持ってっていうのは単なる同調圧力じゃねえかっておそらく欧米圏の人は思うと思うんですね でそういうこと言うとお前、まあ、んてこと言うんだとお前の言ってることは嘆すぎるのらバカとかまあ皆さん思うと思うんですよそれは分かるんですけど分かるんですよだから僕の音声なんか聞きたくないと思うし感情的にすごいなんか嫌な気分になってコメントしてくる人とかもた,たまにいますけど実際のとこそうだと思います事実を見ればそういうことよく僕の尊敬する副島先生もいますけど それで嫌な気分になってしまうと、理性を運用して考えるってことはできなくなっちゃうんですね。そうすると、すごい曖昧な感情の中で生活をするんですよ。で、その曖昧でやりきれるのかっていう問題があるんですね。曖昧なままにして、結局、生活に支障をきたせる、それはうつ病になる人が多いとか、いじめが多いとかですよ。その問題の根本って、やっぱその、何に道徳的価値があるのかとか、 みんなわかんなくなってるからそういう問題が起こるんであって話し合う土壌もないですねで共通の基盤がないです楽しいとか不愉快だとかいう感情だけでしか物事を捉える人がいないから話し合いすらできないですよでそういう社会だと思いますよでそれがいつか治るかとか僕は特に思ってないんですけど治らないでしょうね多分ずっとそうだと思いますよ でそこに関してなんか希望とか夢とか僕はもう別にないんですけどただ僕自身はですねそういう社会は生きづらいんでそうじゃないですよってことを発信していく義務あるかなと思ってこういう一時間との哲学読んでですよ一生懸命しゃべってるんですけどまあ聞いてくださる方は一応その、まあお前の言ってることも半分ぐらいもっともだなと思ってこの音声聞いてくださると思うんですよ。 なんでケーススタディもいっぱいあげてですね一緒に問題を考えてもらいたいとは思ってますということですで今日はちょっと本文入れなかったんですけどもええー、まあ2つケーススタディだけあげましたええー、まあ皆さんもこういう問題どう考えたらいいですかってあればメールいただければ一緒に音声で 考えるというか僕の考えを音声で喋ってお答えしますし、えー、まあ何か感想いただければ励みになりますんでメールなどくださいグッドボタンも押してもらえればありがたいです、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございました以上です